どうもこんにちは、たつみんです。はい、今回の動画では、ビジネスをする上で、気をつけるべきね、3つのポイントっていうのを、解説していこうと思います。これを見るだけでね、ビジネスをするときにどんなことを気をつければいいのかとか、どんなことを心がけて活動していけばいいのかっていうのがわかると思うので、まあ大体 2,3 分ぐらいの動画なんで、見ていただければと思います。ではいきます。一つ目なんですけども、目先の利益を追わないことですね。これ大体ビジネス初心者にありがちなポイントなんですけども、大体ビジネス始めた人ってもうお金稼ぎたい、お金稼ぎたいっていうのでね、もう必死でとにかく、1円でも利益を出そうと動くことが多いんですけども、まあ自分がね、情報発信とかしてたりとか、コンテンツとかを売るってなって、営業する相手がいるわけですよね。クライアントさんがいるわけです。でそのクライアントさんに、もう利益とかどうでもいいからとりあえず僕が儲かればいいんだみたいな考え方で活動をしてしまう人が、初心者の人には多くて、で、人を貶めて手に入れたお金とかってもう悪いことにしか消えていかないんですよ。ブランド物を買ったりだとか、飲み代とか、まあ、自分の私服を肥やすね、消費とか投資、浪費にしか消えていかないので、その辺を気をつけていかないと、まあ、長続きするねビジネスっていうのはできないです。悪名も広まるんでね、まあ、噂っていうのは悪いほど、広まるんで、その辺に気をつけていただければと思います。はい。で、2つ目なんですけど、しっかりね、人のためになるビジネスをしてほしいんですけど、稼いだお金ってどうしてももう嬉しくて自分のために使っちゃいがちなんですけど、そういうお金、まあ、例えば100万円稼いだとして、100万円のうち、まあ、30万円は自分に使って、まあ、あとの40万円ぐらいは自分の成長のための投資に使ったりしてね。で残りの、まあ、10万とか20万とか、まあ、30万ぐらいは、まあ、友達とか、まあ、ビジネスの後輩とか、まあ、先輩とか、まあ、あと家族とかね、そういうところにお金を使ってあげる、まあ、お食事をご馳走したりとか、何か、まあ、感謝の気持ちを込めて親にプレゼントをするとかね、旅行に連れていくとか、そういうのがやっぱりいいっていうか、いいお金の循環の仕方っていうかね、いいエネルギーを循環させることでお金っていうのも返ってくるんでね、お金っていうのを使った分だけ戻ってくる。でも、消費とか浪費ですね、その自分の好きなものとか、自分の、まあ、経験以外のことですね、お酒に使ったりとか、そういうのに使うと、消えていくだけで返っては来ないので、そういった人にもね投資したりとか、そういうところを、心がけて、もらえればと思います。もちろんその自己投資っていう面でね、自分の成長のために、お金を使ってまたスキルをね得るっていうのも大事なので、ぜひそれもやってほしいなと思います。で、3つ目なんですけども、しっかりとビジネスをするときは、何事ももうゴールを決めていくこと、目標ですね、目標とあと期限を決めて、そこに向かって、まあ、突っ走っていくようなイメージ。まあ、例えば、まあ、100メートル走があるとしたら、まあ、100メートルを、10秒切るためにはどういう、まあ、スタートを切って、まあ、どういう力配分でどういう加速をして10秒以内を切るのかっていう目標設定を最初するわけじゃないですか。ビジネスにおいてそれができない人は結構多くて、でもビジネスって、やっぱ目標設定から始まるわけなので、そこをね大事にして、まず100万円稼ぐには、どれぐらいの作業が、必要で、どれぐらいの時間が必要で、何をすればいいのかっていうのをね、まず考えて、そこからじゃあ、何ヶ月以内にそれを達成するのかって決めて、じゃあ、何日でどれぐらいの作業をしていけば、100万円稼げるのか、その日程でね、まあ、例えば3ヶ月としましょうよ。3ヶ月として1ヶ月目は自分の知識とか、まあ、そういうものに時間を費やしてね、まあ、自分の知識をつけることに時間を費やして、まあ、2ヶ月目と3ヶ月目で環境を構築したりとか、営業とか、まあ、セールスとか、そういうところを、考えて、まあ、やっていくっていうのを最初に決めるわけですね。で、あとは作業です。ひたすら作業、まあ、やめないことですね。で、それを、ちゃんと守ることができたら、まあ、達成できなくても、まあ、目標の100万円があったとして、100万円は稼げなくても、まあ、その目標設定してないよりは確実に、まあ、ゴールに、まあ、近づくわけなんで、うん、まあ、例えば100万円設定したけど30万しか稼げませんでしたみたいな、まあ、それでも全然いいんですよ。でぶっちゃけ、目標設定しないでダラ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 やってたら、まあこの話他の動画とかでもしてるんですけど、まあ飛行機に例えたら分かりやすくて、ずっと滑走路を
まあ30キロぐらいぐる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 回ってるみたいな、あの適当にまあどうやったらいいんかなとか思いながらとりあえずやってみようみたいな感じで、まあ走り続けてるみたいな状態で、でも飛行機ってやっぱ飛び立つ時に一番ガソリンを使うわけなんで、そのね、立ち上げの段階っていうのをスピード入れるためには目標とか作業量の設定とかをしておかないとやっぱりしっかり、まあ、たどり着くことができないというか、あの飛び立つことができないんで、その飛行機ね、飛行機に、例える感じで考えてもらったら、分かりやすいんじゃないかなと思うんで、まずその飛び立つためのエンジンはもうどれぐらい積まないといけないのかみたいなところから、考えてもらって、じゃあ飛び立つにはどれぐらいのスピード感で作業をしていかないといけないのかっていうところですね。例えば日本からアメリカはまあかなり遠いけども、どれぐらいのエンジンを積めばいいのかとか、どれぐらいの気合ですね、どれぐらいの気合を込めてやればいいのかとか、まあそういうなんか物事に例えて、考えてみるとちょっと分かりやすいと思うので、例を、挙げさせてもらったんですけど、そういった、目標設定から入って作業を決めて、ちゃんとね、自分が達成できたら自分にご褒美を与えるというところまでちゃんと考えて、やってみて、ください。そしたらね、まあ大体のことは、まあ、うまくいくと思うので、まあぜひ諦めずに、挑戦してもらえばと思います。まあ失敗なければ成功はないんでね。それを、心がけてください。はい。じゃあ今回の動画は、ビジネスをする上で気をつけるべき、まあ3つのポイントっていうのを解説しました。はい。ご視聴いただきありがとうございました。